ここで阿部さん、はい、スタッフから差し入れが届きました。おにぎりじゃないですか。はい、どうぞ。じゃあ早速いただきます。うん、うまい。これなんでこんなに美味しいんですか。そうでしょう、うん、この絶品おにぎりの秘密なんですがこちらなんです。さまざまなお取り寄せが人気の昨今、九州のある会社のお取り寄せが食通をもうならせていると評判になっているんです。具なしのおにぎりが絶品のおにぎりに変わってしまう、そのお取り寄せがこちら。日本有数の海苔どころ有明海を望む熊本県のメーカーなんですが、和歌山県の南紀地方ではカニ印を知らない人はいないと言われる海苔専業メーカー木村海苔。こちらの社長自ら入札で仕入れた厳選された海苔を扱うことでファンの多いこのカニ印木村海苔。厳選こだわりの商品のため、創業以来工場内の売店と自社インターネット販売のみでのごく一部にしか告知していなかった商品を今回うまいもんテレビで初登場。その木村海苔の根強いファンを持つ商品がこの味付け海苔。大阪ではおにぎりを味付け海苔で食べる習慣がありますが、この味付け海苔、おにぎりに非常によく合う海苔なんです。通常の味付け海苔よりも若干大きめのこのサイズをおにぎり海苔と言うんですが、門外不出の秘伝のタレが木村海苔の人気の秘訣。醤油を一切使わない木村海苔のタレは海苔の味を最大限引き出すための配合と、お米と合わさった時に最高の味わいになるよう考え抜かれた秘伝の配合なんです。新米の出回ったこの時期、塩を効かせたおにぎりにこのサクサクトロットロのおにぎり海苔を巻いて頬張る、お米と海苔の相性抜群です。こちらの味付け海苔は低カロリーのおやつやおつまみとして食べても美味しいんです。さらに今回セットでお届けする焼き海苔でもお試しください。もちろん具なんていりません。今度はこのおにぎりの美味しさの秘密を知った上で出来立てのおにぎり食べてみてください。どう違うんですかね。これいただきます。この美味しさの秘密はこの秘伝のタレだったんですね。サクサクトロトロのおにぎり海苔はこれ食べてみないとわからない味です。これおにぎりはもちろん、おやつやおつまみとしてそのまま食べても美味しい絶品海苔、皆さんも味わってみてください。普段何気なく使っている海苔、そんなたった1枚の海苔がいつものおにぎりを激うまおにぎりに変身させてくれます。さりげない味の変化にお子さんや旦那さんも喜びますよ。今回木村海苔厳選セット、塩招き、味、焼き詰め合わせ60、味付け海苔7切り7枚10袋2つ、焼き海苔全形20枚2つ、うまいもんテレビ特別価格、全国一律送料込みの3300円でのご提供です。味付け海苔は食べきりサイズの個食パック、焼き海苔はチャック付きのアルミ袋に入っていますので、いつでも新鮮なまま使えます。食通をうならせる絶品海苔、ぜひ一度お試しを。お求めはフリーダイヤル 0120-360-064 まで。お電話お待ちしています。